お隣さん渾身のギャグをお見せしましょう。お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマは？これはギャグなの？渓谷の出した徴用工問題の面白解決案をお送りします。ユン・ソクヨル次期大統領が派遣した経費政策協議代表団が4月24日、訪日しました。マジ最悪です。今回の訪日の目的は、日系関係の改善の布石を打つこと。一見、ちゃんとした目的に見えますが、改善には、両国の努力が必要みたいなことを言っていました。いや、日本としては、何もする必要はないですし、なんなら、断交状態でも全く問題ないんですけどね。関係を改善したいのは、渓谷の方であって、日本は別に必要としていません。竹島を占領したり、日系合意を一方的に破棄したり、反日運動、レーダー照射など、散々日本を攻撃しておいて、両国の協力が、とかよく言えたものです。関係改善したいなら、まずは、渓谷が誠意を見せて、竹島からの撤退や、これまでのアホな行為に対する謝罪をするのが当然の流れです。それが今更できないのはわかりますが、それは自業自得。日本にとっても特段メリットはないですし、関係改善なんて必要はないんです。実際、日本は、これまで、お隣さんのことを徹底的に無視していました。しかし、それを台無しにしてしまったのが、我らが岸田総理。日系関係の改善は急務だ。とか言ってましたけど、私は全然そんなことないと思います。そんなことしている暇があったら、もっと、防衛力強化のためのあれこれをしてほしいんですけどね。国民にとって大切なことは検討して、国民にとって大切ではない、あるいは害をなすことには、即決する岸田さんじゃ無理かもしれません。さて、少し話が逸れてしまったんですが、今日の本題に行きましょう。日系の問題で、普段よく取り上げられるのは、竹島だったり慰安婦だったり、渓谷併合であったり、しかし、もう一つ忘れてはいけない重要な問題があります。それが、徴用工問題です。ここで、徴用工についてさらっとおさらいしておきましょう。徴用工問題とは、そもそも徴用工って何？まずは、徴用工という言葉そのものについて見ていきましょう。そもそも、一般的に徴用とは、国家の緊急事態時などに、国家が、国民を強制的に動員し、一定の職業に就業させることです。そして工は、字の通り、工場などで働く人のことを指します。つまり、徴用工は、戦時下において、国から、無理やり工場で働かされた人々という意味です。これが一般的な意味です。一方で、日系問題において使われる徴用工とは、主に第二次世界大戦中の1944から1945年に日本国内で足りなかった労働力を国民徴用令によって強制的に動員された人たちを指します。もちろん、元々の日本人も含まれていますが、ここでは元々朝鮮人だった人たちを意味することが多いことを知っておきましょう。二、徴用工の歴史。お話しした通り、1944年9月から1945年にかけて強制的に労働させられた人は日本人、朝鮮人問わず多くいましたが、それ以前にも日本企業は労働力を募集していました。1944年8月までは働きなさいではなく働きたい人はどうぞという状態だったわけです。また、労働に対する賃金は朝鮮人の方が高く設定されていたこともあったと言われています。そのため、一口に徴用工といっても、1944年9月以前から自ら志願して働いていたのか、以降に働き始めたのかによって捉え方は異なるのです。戦後、徴用工に対しての賠償についての問題が取り沙汰されましたが、1965年には、日系基本条約と日系請求権協定が結ばれました。慰安婦問題や徴用工問題など過去の事例に関する賠償金を請求し合うのはこれでおしまいにして友好関係を築いていきましょうとなったわけです。この時、日本は渓谷側に
合計8億ドルという巨額の支援金を払い、ここでお互いに決着をつけたのでした。当時の渓谷の国家予算が約 3.5 億ドルとされており、渓谷にとってはめちゃくちゃ大金でした。当然、この大金の中には、元徴用工たちへのお金も含まれています。この時、日本側は、元徴用工たちに対する賠償金を個人に払うべきかと渓谷側に尋ねていました。すると、渓谷側は、私たち政府が責任を持って処理するので大丈夫ですと回答。渓谷政府は、実際、徴用工に死亡した人には、一人30万ウォン、約3万円を支給したとされています。少ねえ。支援金の他の使い道としては、主にインフラ整備などに積み込まれました。渓谷は、この後、ものすごい勢いで経済成長を遂げ、それは、観光の奇跡とまで称されるほどになりましたが、その元手となった資金は、日本からの支援金が大きかったとも言われています。ともあれ、徴用工の問題は、ここで解決したわけです。しかし、相手は、都合よく歴史を作り変えるお隣さん。平気で約束を破ってきます。2000年頃から、徐々に、渓谷国内で徴用工問題が蒸し返されるようになりました。一応、当時の大統領は、すべては解決済みだと発表していたようです。3合意なんてなかった。事態が大きく動いたのは2012年。渓谷の最高裁判所が、国家間での請求権はなくなったが、個人の請求権はまだあるよね。との立場を示すようになり、日本の各社に賠償責任があるとしました。そして、2013年、損害賠償を求める訴訟がされ、2018年10月に、渓谷の最高裁判所が、渓谷人の元徴用工4人が、新日鉄重金に対し、一人約1000万円の賠償金を求める判決を下したのです。つまり、日本政府に対し、一人当たり1000万円の損害請求をしてもいいですよ、と決断したわけです。それまで約50年にわたり、互いに交わした条約を守り問題は解決したにもかかわらず、解決済みの問題が再び取り上げられてしまいました。ちょっと信じられないですよね。何かにつけて慰謝料を請求してくるチンピラと何も変わりありません。日本側としては、安倍前首相は、国際法に基づいてもありえないこと、毅然とした対応をすると、強気の姿勢をとっていました。また、日本は、国際司法裁判所での裁判や第三者を挟んだ協定を行うことに対しても積極的ですが、一方の渓谷は、日本ほど積極的とは言えずにいる状況です。出るとこに出られたら勝てないと理解しているのかもしれません。さて、先ほど紹介した日経協議について、朝日新聞はこのように報じていました。強制動員被害者による現金化などについて、ユン氏の周辺では、日経の双方から寄付を募り、原告への賠償を肩代わりするなどとした渓谷国会のムンヒサン前国会議長が示した案や、渓谷政府が全額肩代わりする案が、選択肢の一つとして検討されている。だそうです。日経双方から寄付を募り、これは、一体何の冗談ですかね？もはやギャグ。渓谷人も笑っちゃうほどぶち切れてます。2019年11月4日、共同通信は、次のような報道を行いました。渓谷国会のムンヒサン議長は、4日、日経の懸案である、いわゆる渓谷人元徴用工らの訴訟に絡み、両国の企業と、個人から寄付を募り、渓谷で、日本企業相手に訴訟を起こした元徴用工らに支給する内容の法案を作ったと述べた。20カ国、地域、G20 国会議長会議に出席した際、会場の参院議員会館で記者団に語った。原告側は、被告の日本企業からの賠償や謝罪を求めており、渓谷内でコンセンサスを得て、実際に法案を国会に提出できるかも含め、実現性は不透明だ。ムンジェイン政権2019年当時は、6月、日系企業が賠償相当額を出資する案を提示し、安倍晋三政権2019年当時は即座に拒否した。一方、原告側は、被告の日本製鉄などの渓谷内資産を差し押さえ、裁判所で売却手続きが進んでいる。日本政府は、日本企業の財産が損なわれる事態になれば対抗措置を取ると主張している。
ムンヒサン氏は、記者団に対し、資金の拠出は、日経問わず、志のある人と共に行いたいと述べ、強制的に集めることはしないと強調した。徴用工問題は、日系企業と両国の国民からの自発的な寄付で解決しないか？もうこれしかないだろ？法案を通すから、日本はこれで受けてくれ。と提案したということですね。このアホな提案には、さすがの系国民からも批判が続出したようです。警告ネットの反応。何言ってんだこいつは？なぜ警告企業と国民も金を出さなきゃならない？自発的な寄付で解決だと？ふざけてんのか？なんだこのふざけた案は。散々反日を煽った結果がこれかよ。反日を扇動しながら、今さら、こんな屈辱的な方法で解決しようだと。この恥知らずが。結局は、日本に敗北したってことかよ。寄付なら、ムンヒさん、お前が全額出せよ。なぜ警告国民に負担させようとしてんだ。徴用工問題は、警告の裁判で、日本企業に賠償判決が下ってるんだよ。それなのに、賠償ではなく寄付で解決だと？司法の判決を冒涜するつもりか？というか結局は金なのか？我々が本当に欲しいのは金ではなく、日本からの誠意ある謝罪だったのではないのか？こんな感じで炎上していました。まあ、日本からの誠意ある謝罪がというコメントも多かったですが、当然それについては解決済みなので、改めてする必要はありません。ちなみに、これは2019年の話ですが、今回の警告代表団訪日において、この馬鹿げた案が、まだ真剣に話し合われるようなんです。岸田総理と警告代表団が面会。岸田文雄首相は、4月28日、警告のユン・ソクヨル次期大統領が派遣した政策協議代表団と面会。せめてユン氏が就任してから、大統領と会えよって思いましたけどね。ユン氏の親書を受け取った岸田氏は、緊迫する国際情勢を念頭に日系関係改善は待ったなしだと表明し、次期政権と意思疎通を強化する考えを示しました。本当に余計なことしかしません。3月の警告大統領選で、保守系最大野党国民の力のユン氏は、革新系の対立候補を大接戦で破り当選。ムンジェイン政権の革新系から5年ぶりに転換となりました。今回来日したのは、ユン氏側近のチョン・ジンソク国会副議長らで、関係改善を目指す姿勢を早速示した形となりました。岸田総理は、ルールに基づく国際秩序が脅かされている国際情勢において、日系、日米系の戦略的連携がこれほど必要な時はないと強調しました。日米だけでよくね。と思っちゃいますね。中国や北朝鮮にもヘコヘコしている国を信用していいんでしょうか。情報漏洩のリスクもありますしね。ちなみに、今回、元徴用工や元慰安婦の問題で、日本が関係改善に向けて求めている解決策が示されたわけではありません。今回の面会には、自民党内などの一部からは反対もありました。当然ですね。警告国内にも、日本への態度を変えることに反発もあるようです。ユン氏は国会で少数与党となるため、政権運営は厳しくなりそうです。現政権との違いを具体的に示す必要がありそうですね。岸田総理は面会後の会見で、国と国との約束を守るのは国家間の関係の基本だとも指摘したそうです。まあ、それくらいは言っておいてもらわないとですね。ただ、日本側が折れるような姿勢は絶対に見せないでほしいと思います。そうなったら本当に自民党は終わりです。さて、5月10日には大統領就任式が予定されています。警告側は首相の出席に期待感を示しているようですが、日本では保守層を中心に反対論が根強いです。というか、ほとんどの国民は反対なんじゃないですかね。普通に考えたら、出席なんて言語道断なんですが、岸田さんのことなので、何をやらかすかわかりません。揺れ動く国際情勢も無視できないところです。バイデン米大統領は、5月下旬に予定する初来日の直前、
渓谷のユン氏を訪問する方向で協議しているそうです。狙いは、ロシアのウクライナ侵攻や北朝鮮の核兵器開発、米中対立の激化を念頭に置いた日米系の連携強化。日本に渓谷との圧力をかけてきそうで、ちょっと怖いですね。何はともあれ、すでに解決したはずの徴用工問題。お隣さんはいつまで引っ張り続けるつもりなんでしょうか。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、徴用工の解決提案はギャグでしたね。ここに来て、お隣さんとの関係が取り沙汰されるようになってきましたが、岸田さんがまた何かやらかさないか、とても不安ですね。一応、大統領就任式に出席はしないみたいですが、林外相が出席するかもしれないとのこと。勘弁してほしいです。ちなみに、今回の面会については、高市さんも、見極めが必要と釘を刺しています。朝鮮近現代史研究所所長の松木邦俊氏も、岸田政権は前のめりになりすぎている。一連の反日暴挙を解決するボールは渓谷側にある。林外相が大統領就任式に出席すれば、妥協の余地があるという誤ったシグナルになるだけだ。ユン次期政権は、日米系の連携を口実に、なし崩し的に妥協を迫ろうとしている。高市氏は、この点を警告したのではないか。日本は1ミリも譲ってはならない。閣僚一人たりとも就任式に出すべきではない。と語っていました。本当にその通りですね。こういうニュースが出るたび、どうして、高市さんが首相じゃないのかと悔やまれます。今後の動向次第では、参院選の投票も考えないといけなくなりそうです。皆さんは、今回の面会について、どう思いますか？よかったら、コメントで聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。